北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは。ちょっと風邪気味の北野しおりです。そうなのね。皆さん、こんにちは佐藤美久です。あれ普通オープニングの挨拶じゃないしおりちゃん。いやいつもこんな感じじゃないですか。いつもブルガリア語のさほら挨拶とか掘り込んでくるじゃない。はい、そうですか。うん。別に。いや別にじゃない。いやそうさ別にはやめ。ね、タイムリーすぎるから。何が？いや、まあ、分からんでいい。別にがダメなのかちょっとあんまよく分かんない。分からんでいい。なんかさっきからちょっとなんかツッコミが千鳥のノブさんに寄ってますね。そんなことない。今確実に寄ってましたね。まあちょっとね、すいません、ちょっとね、はい、電波、公共の電波弱しちゃいましたけれども、はい、ではね、それではね、改めましてこの番組北野しおりのリアルドライは、コスプレイヤータレントの北野しおりちゃんと、私女優の佐藤美久の2人がコスプレイヤーアニメ BL そしてサブカルなどについてリアルにそしてドライに進行していく番組です。はい、それでは今回の最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー。イエーイイエーイイエーイ。このコーナーは毎月放送の翌月、東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や各イベントの特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの独断と偏見を交えてご紹介していくコーナーです。はい、まず一つ目ですね、1月の4日土曜日と5日の日曜日ですね、こちらが株式会社ハコスタ主催のアコスタ池袋サンシャインシティ、こちらサンシャインシティです。そして2つ目が1月の5日日曜日、こちらがコスプレ博主催のコスプレ博 inTFT、はい、こちらが東京都江東区有明です。そして同じく1月5日日曜日ですね、うん、ジャスティスコーポレーション主催の和装中心コスプレイベント、うん、小田原写真館、こちらが小田原市民会館です。はい、続いてが、4つ目ですね、1月の18日土曜日が、うん、ドールプロダクションコミッティ主催、うん、コスプレダンパドールイン秋葉パセラボリューム79、ボリューム79、はい、こちらが、カラオケパセラ、はい、秋葉の、マルチエンターテインメントです。はい、そして5つ目最後ですね、1月の26日日曜日ですね、こちらがふっか祭主催の、うん、ふっか祭 in ネギ祭りです。こちらが深谷市商店街周辺となっております。1月はまあ他の月よりコスプレイベントが、はい、少なめなんですけれども、そうですね、やっぱ年末に、はい、コミックマーケットっていう、1年の締めくくりのイベントがあって、はいはい、ってなるとやっぱ年始ってやっぱちょっと落ち着くというか、ね、ゆっくりめになるんじゃないですかね。なるほど、まあ、しかしながら、アコスタやコスプレ博ね、はい、といった、コスプレイヤーにとって定番なイベントはお正月、はい、夏明けの早い日程で開催されているの で、ね、されるので、おなじみのイベントで、はい、新年のコスプレ染め、まあ、書き染め的 な、はい、初めてのね、初って書いてね、はい、コスプレ染めというのもいいかもしれません。はい、まず、1月の5日に開催されるコスプレ博は、先ほども申し上げました通り、はい、コスプレイヤー定番イベントの一つで、通常他のイベントは開催時間が17時や、はい、18時頃までのものが多いのですが、うん、このコスプレ博はなんと冬にもかかわらず夜の20時まで開催されます。湾岸エリアのロケーションなので、はい、なかなか寒いとは思います。いますが、はい、外に出れば華やかな夜景と一緒に撮影することも可能ですので、ぜひおすすめイベントの一つです。はい、ちなみにコスプレ博同じ日1月5日に、小田原で開催される和装中心イベントは、はい、小田原城址公園での撮影も可能です。小田原城の、はい、本丸を背景にしたり、門や、橋での撮影もできる貴重なイベントです。そして小田原城という、ロケーションに沿った衣装であることが、うん、参加規定の一つなので、うん、どんなコスプレでも参加できるわけではないようですが、うん、和装や小田原城に関係のある、コスプレをするには絶好の機会かもしれません。なんかドレスコードみたいですね。ああ、そうね、うん、確かにそう。そしてもう一つね、補足説明させていただきます。イベントいただきたいイベントはですね、はい、1月の18日土曜日開催のコスプレダンパドールイン秋葉パセラボリューム79です。うん、こちらのイベントはコスプレ撮影イベントではなく、はい、オールナイトでコスプレをしながら DJ ダン
ンスパーティーを楽しもうというコンセプトのイベントだそうです。はいはいはい、はい、いわゆるダンパってやつですね。あ、なるほど ね、アニソンやユーロ&テクノに合わせて踊って楽しむ夜を過ごせます。はい、ただオールナイトイベントのため、うん、18歳未満のお客様については残念ながら参加できませんので、ご注意ください。はい、その他にも各地で大小様々なイベントも開催予定ですが、時間の都合で省略させていただきましたことは、しからずご了承ください。はい、なお、イベントによっては事前申し込みが必要であったり、人数の上限が設定されているケースもございますので、必ずホームページなどで確認、ご確認の上ご参加ください。はい、また、お問い合わせの際には、会場ではなく、くれぐれも各イベント主催者さんにお問い合わせいただけますようお願いいたします。以上、イベントオブマンスリーのコーナーでした。今月の塩ミクランキングのコーナーよ、イエーイ。改めまして、はい、現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤ミクでお送りしております。はい、さて続いてのコーナーは今月の塩ミクランキングです。はい、このコーナーはグルメセレブを目指すしおりちゃんと、はい、私佐藤ミクが毎回番組で用意していただくものについて、実際に今からこのスタジオで一口サイズで食べてみたり飲んでみたり、してですね、その好みをもとにランキング形式で発表させていただくコーナーです。はい、ただししおりちゃんはですね、グルメセレブを目指してますので、そのランキングは当然高いものが上位に、来るはずですので、そこにも注目してみてください。はい、プレッシャーがね、ぐいぐいきますね。そしてお断りしておきますが、はい、かわいいキャラクターのコスプレ衣装でファンを獲得しているしおりちゃんと一応誠実というキャラで、いろんなお役をいただいている私佐藤美久がガチリアルに、じゃもしかしたらちょっとだけドライにコメントをしていきますことも、あらかじめご容赦ください。はい、ではまず前回振り返りましょうか。前回は木綿豆腐でしたね。あーね、はい、あーね、なかなかの、間違い。あ、はい、私盛大に、ね、そうだね、そうだったね。うん、一番高かったやつね、2人ともね大外しということ、はい、しおりちゃんはね、そうね、なかなかね、なので頑張ってください。次、いやーなんかね、もうこれどうなんですかね。難しいよね本当に。なんか最近調子悪くて。そうなんですよ、一番安価な食べ物を一番なんか美味しい美味しいって最近食べてるイメージですね。いや美味しいんだけどね。美味しい美味しい、ただなんかそのグルメセレブっていう定義についてちょっとね、うんうん、どうだか。まあということで、じゃあ今回もねちょっと頑張っていこうかなと思うんですけれども、はいはい、今回は、今回はですね、黒豆についてですね。お正月ですね。はい、そうですね。ランキングについてネットの回答ということなので、はい、ちょっとまず紹介をねさせていただこうかなというふうに思います。お願いします。はい、まず一つ目、一番お高い、黒豆となっていますね。はい、株式会社、小田垣商店さんの、丹波黒大豆煮豆、はい、こちらが 160g で1080円、税込みとなっております。高い、こちらはですね、小田垣、商店さんは、はい、1734年創業の兵庫県にある歴史のある会社です。はい、この、丹波黒大豆煮豆は、職人が素材を吟味し、うん、一粒ずつ手で選び抜いた、良質の京都産の大粒丹波黒豆を使い、はい、素材を生かした張りのある美しく、艶やかでふっくらとした上品な甘さの煮豆に仕上げているとのことです。なるほど、上品な甘さっていうのがね、そういうことです。ポイントですね。そうだね、確かに。はい、そして、2つ目ですね、こちらがですね、藤子株式会社さんの、はい、お豆さん、はい、丹波黒豆、こちらも丹波の黒豆、はい、そうです、はい、こちらが 140g で375円税込みとなっております。はい、そして3つ目ですね、はい、こちら株式会社クラコンさんの、はい、お豆亭、北海道産黒豆、はいはいはい、こちらが 105g で194円税込みとなっております。あの塩昆布とかで有名な、あ、昆布のクラコンってはい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 、よく聞くなっていう美味しいやつですね。はい、私その豆はね食べたことあるかもしれない。あ、本当、あの違う豆、あ、はい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 、黒豆じゃないよ、はいはいはい、あ、食べたことある。なるほど、まあ、だからといってね、当てやすいわけじゃない、うん、まあ、ということで、じゃあ早速ね、はい、いただいていこうかなというふうに思いますので、じゃあしおりちゃん頑張ってください。はい、私も頑張りますので。ではまず A から、じゃあしおりちゃんお願いいたします。はい、いただきます。はい、なんかこれね、豆の大きさ一つ一つ違うんですよ。そう、A が
A が一番小さい、で B が中くらいで、うん、C が一番大きい。C 大きいですね。では一つ目いただきます、はい、お願いします。もうねこれ見た目に騙されちゃいけないですよ。わかんない、これもう一口目だって毎回思うけど食べ慣れてる食べ物だからわかんない。そうね、なかなか黒豆ってねなかなか食べ慣れない。お正月ぐらいかな私も確かに。はい、あなんかでもですかちょっとしょ甘いけどちょっとしょっぱめもある。あじゃあ私も醤油の、ね、醤油の味がするような気もしないでもない。煮豆なんてね家で作らないからわかんないんですよね、味付けが調味料何が入ってるか。美味しいな。美味しい、それ美味しいんだけど1個目わかんなくないですか。あの他の豆と比較できない。あそうね確かに美味しい、美味しい豆いただきました。じゃあ次、ね、じゃあ B をね、はい、お願いします。中くらいの大きさの A は結構なんかた なんだろうな、うん、食べ慣れてるような気もう食べ慣れてるってあんまり言わない。違う全然 A と B 全然違いますね。じゃあ私もあの B ねいただきますよ。なんか A はいただきます。 A に A をけなすわけじゃないんですけど、比べて B の方があのふっくら炊いてあるっていう表現がまさしく全然違う。あ全然違う、そうそうそう、あ柔らかさがふっくらしてる、うん、なんか B の方が柔らかい、そうふんわりしてる。 A はあのお豆豆っていう、お豆お豆そう豆って感じ、煮豆だなって感じ、うんうん、こっちの方がふっくらしてますよね。美味しいなこれ、A と B でね明確な差あるんですじゃあ最後、はい、じゃあ C お願いいたします。 C 一番大きいいただきます。はいお願いします。でもなんかあの B と C は、うん、艶がありますよねお豆に。あ確かにで、これはなんかね、フラグ立っちゃった。でもさすがに違う。うん。そうだよね。だって。小田垣商店さんのやつは艶が艶やかで張りがある。難しい。甘い。なんか、うん、B に比べて、B に比べ、はい、C の方が甘さが強い。甘み強い。確か。じゃあすごい一番ねあの艶やかっていう意味では C がすごい艶やかなんで、じゃあ C にいただきます。でもなんか A は。BC に比べて全然違うのは分かった。でも B と C 難しくないですか？うん。B と C ね難しい。B より C の方がちょっと硬いかな。で A が一番硬いんです。A が一番硬さで言うと A、C、B なんですよ。そう。でもなんかあの B の B より C の方が甘い。うん、しっかり甘い。でも B と C どっちもこう A に比べるとふっくら炊いてあるお豆って感じ。うん、ちょっと難しいな。なんかちょっと B と C がちょっと迷っちゃうんですよ。そうそうそう、あの A は、うん、明らか違うの分かる。 A は、うん、そう BC はね難しい。じゃあどう いきますか。じゃあいいですか。はいどうぞ。覚悟決めましょうじゃあ、まずじゃあどう私からいこうか、はい、じゃあ私の第1位は第1位A です。最初に食べた第1一番あ、サインだった。サインが、はい、最初に食べた A の黒豆、はい、これクラコンさんだと思ったんですけどね、はい、私が、サインが、A です、はい、で2位が、どうくる？2位が B おB、はい、まあ、あのこれはあの艶やかっていう意味では、はい、C が一番艶やかだったからちょっとあの2番目をあの揺らぐ揺らぐ、B にさせていただきました、はい、なので、1位はですね、C です。はいはい、はい、ということで私は、3位が A、はい、2位が B、はい、1位が C と、はい、一番お高いのは C と。はいそうです。じゃあ、しゅりちゃんお願いします。いや私これ A あのあ間違えた、そう先ましょう先ましょう、はい、あの第3位 A、 はい、はいはいはい、みっちゃんと同じく、はい、うん、これかあの明らかに他のお豆と違ったから、そうね全然違うから、そう、うん、これかなっていう。で第2位が、はい、私これめちゃめちゃ迷った。これなんか保険かけとくんですけど、はい、すごい迷ったんですよ、うん、好みなのは C なんですよ。でも、C、うんうんうん、あ、嘘、あ、第2位は、うん、第2位は C、 あ、C ね、はい、あ、はい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 、これめちゃめちゃ迷って、うん、で、第1位が B なんですけど、はいはい、一番好きなのは、一番好きなの C なんですよ。あ、なるほど、あ、しみちゃんの中で、あ、結構ツヤっとしてて甘いなって思ったんですけど、はい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 、私なんかこの自分の舌を信じて進むと間違えてるんですよ。間違えてるのか、あ、そうね、あ、そうね、さっき説明文にあったんですけど、うん、一番お高いお豆、あ、はいはい、お豆、うん、
が艶やかで、甘みがある、甘さ控えめ、上品な甘さって書いてあって、うん、ああ確かに B の方が甘さが控えめだったんですよ。あでなんかやっぱ高いお豆だから、まあかね、その砂糖とかに頼らないで、これ私の質問ですよ、そうそうね、高いお豆だからそう砂糖の甘さに頼らないで上品な甘さにしてるのかも、あ薄味なのかも、京都だし、ああ京都だし、そうそうそう私はちょっと照りをちょっとちょっと決めて、確かに照りがね、あって綺麗で、つるんとしてる、見栄えいいのは C なんですけど、そうそう、これめちゃめちゃ難しい、これでも私もめちゃめちゃ保険かけてますからねあのじゃあちょっとドキドキの、はい、あの結果発表ということで、はい、ではでは、まずじゃあ普通に A からいきましょうか、 A から、はい、でいきますよ、これ間違ったの泣いちゃう、せーの、ドン、あですよね、A が、株式会社クラコンさんのお豆で、はい、北海道産黒豆 105g で194円、はい、ということで、まあ一応あ正解合ってるね、合ってる合ってる合ってる、じゃあ次これ外した、ここが難しいよ、 B が、ここ B 難しい難しいじゃあ B いきましょう、はい、いきますよ、せーの、はい、えあら、あれ、あということは、あ、私が間違えた、B は藤子株式会社さんのお豆さん丹波黒黒豆ということで、はい、140g 375円、全部、はい、イエーイ、いやでも私これ保険かけましたからね一番美味しいの C だったって言ってたあそうそうだね、マジか、じゃあ最後じゃあ C を、余計なことしないで素直に行けばよかった、C が、はい、株式会社、はい、小田垣商店さんの丹波黒大豆煮豆、はい、160g 1080円、税込みとなっておりますということで、はい、やった、私正解、私保険かけましたからねC が一番あの美味しかったですよってちゃんと言ってる、大弁大弁、そう説明文に惑わされたということでね、しおりちゃん惜しい、でもね、あ、ほぼほぼ合ってますから、うん、そう、ほぼほぼ合ってる、合ってるようなもん、やった私合ってた、やっぱ照りがやっぱ一番良かった、まあやっぱおせちって見栄えいい、まあ、そういうことですもんね、変幻物だから、なんかやっぱ照りいいの選んどけばよかったんだな、ちょっと後悔、甘さ控えめみたいな、あの上品な甘さですみたいな文章ちょっと惑わされて、ちょ今回今まで外しまくってたせいで、うん、警戒心が強くて、そうね、素直に行けばよかったね、気持ちでいけなかった、悔しいな、悔しいな、悔しいな、ということで、はい、でもすごい美味しかったですね、美味しかった、3種類ともでもやっぱ美味しい、お豆ってこんなに違うんです ね、 違うんだよね、本当に普段こんな意識して、てか食べ比べるなんて機会ないじゃないですか、しないしない、うん、だから改めて食べ比べて、そうそう、うん、びっくりって感じですよね、うん、この味の違いというか、そう、もうすぐね、まあ、お正月来ますから、はい、ぜひ皆さんちょっとね黒豆についてね、はい、ちょっと調べて、もう一度調べていただければなというふうに思いますので、それではそれでは、今月の塩ミクランキングのコーナーでした、はい、今月のおまけのコーナー、イエーイ、続いてのコーナーは今月のおまけ、はい、私たちが大好きなアニメや漫画などについてくる特典というかノベルティグッズ、いわゆる、おまけについて、新刊本や DVD 写真集などのおまけについてですね、はい、佐藤ミク完全独断による一押しの一品を紹介していくというコーナーです、はい、なんですが、今回は、佐藤ミク独断リポートをさせていただきたいと思います。と申しますのも、はい、先月このコーナーで紹介させていただきました、うん、バナナフィッシュカフェ&バーウィンターインニューヨークに私佐藤美久行ってまいりました、はい、改めてですね、詳細について簡単に説明させていただきますと、はい、去年人気を博した、吉田明美先生による名作漫画を原作とした大人気テレビアニメバナナフィッシュのコラボカフェ、はい、バナナフィッシュカフェ&バーが2019年は、ウィンターインニューヨークをコンセプトに東京表参道にあります、表参道ボックスカフェ&スペースにて、絶賛開催中であります、はい、期間はですね2019年12月29日までおよび、2020年1月4日から1月の13日まで開催です、私はですね11月の終わりに行ってまいりました、はい、その際まずですね私が、もらうことができた特典はですね、まず事前予約特典のこちらですね、はい、映像配信もぜひご覧いただければと思います、はい、オリジナルチケットクリアファイル、こちらが全9種ありましてランダムなんですけれども、はい、私が一番好きな、アッシュリンクスをですね、はい、ゲットいたしました、はい、なんとめちゃくちゃあの運が良かったすごい、はい、そしてですね、来場特典の、フィルム風ブックマーカー、はい、こちらが全7種、こちらも、
ランダムなんですけれども、はい、こちらは、奥村英二と、はい、リー・ユエリン、ユエルンバージョンの絵柄をゲットいたしました、はい、次々と出てきて、ね、そして、グッズ購入特典は、はい、オリジナル、ポストカード、はい、なんですけれども、こちら、はい、アッシュと、英二のチビキャラバージョン、はい、をゲットいたしました、はい、そして私ですね、カフェメニューはですね、エイジお手製カレーを食べまして、ハンバーグとアジフライ、はい、そしてゆで卵も入っててめっちゃボリューミーで、はい、おそらく中辛くらいなんじゃないかなというふうに思っております。で、味はねとっても美味しかったです。へえ、味美味しい、はい、でそのカレーについてくるこのエイジが、ね、の、ポストカードもありますので、はい、もしよかったら注文してみてください。はい、次々と、はい店内ではですねアニメ映像が流れていて、はい、まあ、特に第3話がねぜひご覧いただけたらなというふうに思います、はい、まあ、なんでかって言いますと、その主人公のアッシュとエイジ、はい、あ、ミクちゃんの個人的なおすすめ、そうそうそう、おすすめ、おすすめ、はい、ファンの人はすごい好きだと思うんですけど、はい、エイジとアッシュが、はい、アッシュがちょっと、警察に捕まってしまうんですね。で、面会の時に、はい、アッシュが、カプセル、あの薬とかにあるカプセルじゃないですか、うん、その中に大事なメモというかのを入れて、うん、でキスでエイジに渡すっていうシーンがあるんですけど、警察に捕まっちゃったのに、その面会の時に、はい、それがめちゃくちゃ美しいので、あ、そこをね、はい、ぜひご覧いただければなと思います。ちなみにですね、会場にあるフォトスポットとしてはですね、はい、まず入り口前の通りにある、作中画像のポスターが6種類ほどありました、はい、店内の壁紙はですね作中画像モノクロバージョンと、真ん中は、壁の、あ、窓の壁紙になっていて、そこから今回のコンセプトでもあるニューヨークの冬景色になっていて、はい、その窓にはキャラクターが書いたであろう文字だったり絵が書いてありました、はい、そしてグッズなんですけれども、私が購入させていただいたのはまず、こちらしゅんちゃんが持っているトートバッグですね、はい、そして、あとステッカーセットのこちら A っていうステッカーセットと、はい、あとスプレーアクリルバッジっていうのここにもついてるんですけど、はい、バッグにもついてるんですけど、止まらない戦利品、はい、あります。そしてスクエア缶バッジっていうのが、はい、こちらですね、はい、こちらの左側かな、はい、しえちゃんの左側にあります、はい、バッジになってあります、はい、でこういう風に私みたいにこうバッグにこうやってつけると、まあ、ちょっと個性が出るんじゃないかなという風に思っております、はい、今回私ですね、事前、あ、しえちゃんありがとう、はい、事前予約をして行ったんですけれども、はい、まあ、その際やはり、まあ、結構土日はですね早めに満席になっている日が多いなという風に感じました、はい、なのでおそらく12月24日とか25日のクリスマスイブやクリスマスや、はい、年明けの最初は早めに満席になる可能性が高いと思いますので、はい、早めに予約していただければなと思います、はい、もうまとめますと、このコラボカフェイベントはですね、はい、私のようなこうバナナフィッシュファンには本当にたまらないものになっておりました、はい、また特典やグッズのランダムのドキドキ感もね楽しかったです、何より改めてアニメが終了してもこれだけの作品を愛している方々、はい、ファンの熱さがとても素敵だなというふうに感じました、はい、でね本当に素敵なひとときを過ごさせていただきました、はい、ぜひね皆さん見ていただけたらなと思います。すごいこの熱情届けって感じですね。すごいバーッと話させていただきましたけど、うん、どうでした。いや、なんかすごい熱量がすごすぎて、私はもう喋れた、はい、なんか初っ端からすごい、うん、思ってました。すいません、はい、すごいバーッと喋ってたんですけれども、届くといいなって思ってます。ぜひ、はい、興味がある方はぜひホームページね、はい、ご覧いただければなというふうに思いますので、はい、皆様よろしくお願いいたします。お願いします、はい、以上今月のおまけのコーナーでした、はい、皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました、はい、北野しおりのリアルドライブ、皆様いかがだったでしょうか。いや、なんかしおみくランキングの黒豆も良かったんですけど、うん、私は今回このみくちゃんの、うん、今月のおまけのコーナーの熱量がすごすぎて、うん、もう言いたいこと全部言えた、はい、時間なんだろう、ちゃんと、うん、言い切れるかな、うん、伝え切れるかなって心配でした、うん、ありがとう、そう、みくちゃんのこの熱い思いがね届くといいなって思いながら聞いてました。ありがとう。ぜひね、はい、これご興味ある方ぜひぜひ検索してください、はい、そして我々の2人の活動をですね、ツイッターやブログなどを検索していただければと思います、はい、そしてこの番組にお聞きの皆様、ご感想ご意見どんどんお待ちしておりますので、こちらのメールアドレスまで、メールアドレスまでお願いいたします、はい、メールアドレスは info@blus-vox.com 北野しおりのリアルドライまでお願いいたします、はい、それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまた。